ニコンのプレミアムエクステリア張り替えキャンペーンでストーングレーにしました。背面も張り替えてもらえます。バリアングルモニターは常に裏返し、フィルムカメラを使うのに近い感覚で使用しています。アクセサリーをいくつか紹介します。まずはレリーズボタン、凸面で直径9ミリのものです。直径10ミリとほんの少し大きなものも買いましたが、このぐらいの地のシルバーが見えた方がファンクションボタンのデザインと似てくるのでいいかなと思っています。次にシューカバー、 UN というメーカーのもので真鍮削り出しメタルシューカバーです。天面部は張り替え前の ZF に近い質感の擬革が使われています。今つけているレンズはニッコール Z40mmF2 スペシャルエディション。軽量コンパクトなのでこのレンズを使うことが多くなると思います。ZF の購入に合わせてテックアート TZM02 も買いました。 M マウントレンズでオートフォーカス撮影が可能になるやつです。ZF のデザインになじませるために張り革をつけています。カメラ用の張り革というものが売っているのでカッターで切って両面テープで貼っただけです。いい感じになったんじゃないかと満足しています。大きめのレンズを使う時用に純正のグリップも購入しました。もともとは黒いのですがフェイクレザー粘着シートを貼ってストーングレーに近づけてみました。ただ色の濃さが違いいまいちかなと思ったので他の方法が思いついたら変えたいと思います。そもそもこのグリップがそんなに使いやすくなかったので別のグリップにするなどするかもしれません。基本的にはグリップなしで使うことになろうかと思います。スペシャルエディションレンズのラインナップ増加を期待しています。Y の ZF でした。